皆さんこんにちは、ビレルヌのダンです。今回は極限まで追い込むインクラインアームカールについて紹介していきたいと思います。4月19日までビーレジェンドビッグセール開催中。定番12種と限定3種のまとめ買いで最大2000円オフ。ぜひ概要欄をチェック。私のおすすめはベリーとパッションフルーツです。アームカールにはいろいろ種類がありますよね。スタンダードにあるアームカールから、ハンマーカールから、アンダーグリップのアームカールとかいろいろあると思うんですけども、今回はこのハンマーカールとオーソドックスなアームカールを組み合わせて行っていきます。ハンマーカールっていうのがパワー出やすいんですよね。重い重量を扱うイメージがあると思うんですけど、普通にアームカールするよりもハンマーカールの方が腕とお骨筋なども使っていくのでパワーは発揮しやすいんですよね。なのでそういったところも意識しながら順番を組んでいます。では早速種目の紹介に行きましょう。ダンベルを用意していただいて、僕は普段12キロで行っております。最初は5キロぐらいからスタートしていって、意識できる重量で行ってください。このシートをですね、斜め45度よりもさらにちょっと角度をつけるイメージと上に上げる。これはアームカールをしてるときに骨盤を後傾しておきたいから、もうこういうシートにして座っちゃえば骨盤後傾できます。で、これ腹筋になるんで、置くとダンベルを置くとき気をつけてください。僕はこうやって足を上げて三角座りをします。するとさらに骨盤が後傾できるので、しっかりと後傾させた状態でアームカールを行います。で、ダンベルをこのまま持ってもらって、シートに背中をつけた状態で肩甲骨を加勢させて準備していくんですけど、骨盤を後傾させながら胸は張るイメージで座ってます。で、このまま肘めっちゃ出します。もうこうやって肘伸ばしたらもう二頭筋伸びるぐらい、肘を出してこの状態をキープしながらアームカール、まずシンプルに行います。肘を出したままストレッチかけるときはこうやっちゃう人もいるんですけど、肘を出したままこう肘の裏を前に出すようなイメージで僕は出していきます。まずこれを10回ほど行うと、もうだいぶ限界まで来るので、最後はグッと上げてゆっくり落としていって、肘できる限り肘を後ろに下げない。で、ここまで下げてストレッチ効いたら下ろしてグッと上げていいんで、ストレッチの時だけはしっかりと肘を前に出したままゆっくりネガティブ動作をしてあげます。この動作を限界までやります。もう限界までやったら心の中で10秒数えながらハンマーカールの準備をしつつ呼吸を整えて、また肘をちょっと出した状態でハンマーカール、ハンマーカールはもうとにかく肘の視点を変えずに、こんな肘を出すとかも何もストレッチとか気にせずに、シンプルに収縮をするようなイメージでハンマーガール、ハンマーガール、ハンマーガール。もうこれをまた最低10回から、まあ、20回近くまでやるときもあれば、もう限界がすぐに来て10回でシンプルに終わるときもあります。で、このハンマーガールもやばくなってきたら一旦下で休憩しつつ、肘ちょっと前に出してからちゃんとリセットして行います。やばくなったら僕は無理やり反動を使ってというかは、胸を張った意識とかしたまま二頭筋を伸ばしているような意識でハーって呼吸しながら、ちょっと肘を前に出してからまた入ります。で、大体これで終わった後に座って、このまままたアームカールを反動を使って振り回して終了っていうようなイメージです。これ振り回してあんま効かないときは、立った状態で肩を落としたまま、このままワンハンドで限界までやります。で、終わったらまたこっちワンハンドで限界までやるっていうことで、とにかく回数をやる、ちゃんと軽い重量で二頭筋に負荷を乗せながら回数をやる、この意識でやるとめちゃくちゃパンプアップもしますし、やっぱり腕が太くなってくるなって感じるのは高重量を扱ったりっていうよりかは、僕はこうやって、まあ、ドロップ種目でもありコンパウンド種目でもあり、とにかくこの重量も落としつつ種目も少し変える、効かせる筋肉も少し変えるイメージで行ってあげます。まあ、この順番なんですけども、順手でやるアームカールを先にやってるのはこっちの方がパワーが出にくいからっていうのがあるので、先にまずしんどい方を高負荷を乗せていきます。普段パワーが発揮しやすいこのハンマーカールで、さらに同じ重量やのにめちゃくちゃきつくなるっていう順番にすることによって、極限まで筋肉を使うことができるので、最大のパワーを発揮しつつしっかりとストレッチも意識しつつやってあげると、パンパンに腕が膨らんでくるんじゃないかなというふうに思います。僕はこの種目がすごい効いているので、最近は結構リピートしてます。で、特に時間を作るのが難しかったりするときに、腕のトレーニングっていうのはやっぱり1種目10回3セット
みたいなんで回すのってやっぱすごい時間的にも難しかったりするんですよね。おまけでつけるようなイメージでやらないとトレーニングの頻度的にも時間的にも腕にそんなに時間を当てれないっていう人も少なくないと思うので、仕事をしながらするってなると、ってなった時にやっぱりこういう種目の組み方っていうのは満面なく二頭筋をアプローチできる、かつすごい負荷も強いっていうので、すごく効率のいい種目になるんじゃないかなっていうふうにも思うので、忙しい方もしくは普段とちょっと違うアプローチをしたいなっていう方はぜひ参考にやってみてほしいなっていうふうに思います。4月19日まで B レジェンドビッグセール開催中。定番12種と限定3種がまとめ買いで最大2000円を、ぜひ概要欄をチェック。この動画参考になったな、良かったなと思ったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。参考になったなっていうその一言でもコメントいただけるとすごい嬉しいので、ぜひコメントもお待ちしております。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報なども掲載しておりますし、概要欄には新商品の情報なども掲載しておりますので、ぜひ気になる方はリンクをチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。